義理の妹なんざ燃えるだけだろうが！己の気持ちは分かったわ。それはそれで尊重せなあかんやろな。うちのような正義の味方からしたら、義理の前には道理なしや。己を説得するんをうちは諦めた。うちは忍君や佳樹君とはやっぱちゃうわ。拳でしか会話ができんけど、やけどどうなんやろうな。踊れはそれでええとしても、踊れはそれでええとしても、他の家族はどないなんやろな。かつて踊れは不死身やったことがある。せやから会議で不死身、偽物の妹を許容することができるかもしれへん。せやけど会議とも何とも関係あれへん。他の家族はどないやねん。例えばカレンちゃん言うたか、踊れのもう一人の妹は自分の妹が会議や言うて知って、踊れと同じことは言えるんか。踊れのおかんは自分が腹痛めて産んだ子が化け物や言うて知って、踊れと同じことが言えるんか。踊れのおとんはどないやねん。ほんで誰より本人はどないや。偽物の妹本人は自分が怪や言うて知ってもそれまで通りに暮らせるんか。今は自覚がないからええやろ、けどそれを知った時本人は傷つくんちゃうんか。不死身の化け物が環境に適応できるわけあれよもんな。それは踊れが一番分かっとるやろ。それとも人ならぬ身で正義の味方でも目指すんかい。ファイヤーシスターズやったっけ。けど不死身の化け物が人間に対してどれほど傲慢でどれほど残酷になれるか、それも踊れが一番よく分かっとるよな。そうなる前に始末をつけたるんがうちらの仕事や。踊れがどんな価値観持とうと、どんな正義感持とうと張ってやけれど、すんなりそう他人に押し付けんなよ。まだ終わりちゃうで。世継ぎのこともそろそろ気になるしな、ちょいと見に行こか。何をやっとるんじゃ我が主様。なんや、巨大な口いただいとった割にはどうやねん。えらい苦戦しとるみたいやないか。世継ぎこれから大逆転するところだったんだよ。余計な世話を焼かないでくれるかな、お姉ちゃん。僕は決め顔でそう言った。そうかそうか。まあしかし見せ場はこのお姉ちゃんに譲っとき。旧ハートアンダーブレード、ほんだらうちと踊れらで決勝戦と行こうか。いや、戦わない。うん、それに決勝戦じゃと、おかしなことを言うでないぞ人間。我が主様はまだうぬごときには負けてはおらん。そうじゃろ、お前様よ。そうだよ、僕はまだ負けていない。僕はまだあなたに屈してなんかいない。あなたの拳にもあなたの言葉にも僕は全く納得なんてしていない。